もしっかりと点検を行い、まあ、その先に点検は今月26日まで合わせて1760箇所で行われる予定です。
回復の勢いが減速しています。今年4月から同じ時期と比べてプラス 6.3% ですが、大きな要因として挙げられているのが不動産市場の低迷の長期化です。その象徴ともいえるのがデフォルト債務不履行に陥った不動産大手恒大グループ。昨夜公表された決算では、去年は日本